ちゃこんにちは。はい、さゆたかさん、日本人投手たちがもう続々と今年はメジャーに行って、さらに非常に高い金額で、まあ、優秀な人間が多く増えたからな、いいですね、それは。まあ、今永投手にしても、もちろん山本由伸投手にしてもそうですけど、ね、すごいよね、すごいですよね、まあ、松井もそうだしな、松井投手もそうですけれども、はいはい、まあ、そんな中でやっぱりメジャーの中で次の大物と言われているのがロッテの佐々木朗希投手。そうだな、ピッチャーとしては見たいけどね。見たいです、見たいです。本人も実は昨シーズンのオフのその契約の時に、はい、やっぱ自分メジャーに行きたいっていうのを表明もしましたし、手続きというか何かありましたよね、ちょっと注目されて。あるよ、ポスティングでね、はい、行きたいという、はい、行きたいっていう。ただね、まあ、球団の最初の意見を言うと、まだ22歳 で、はい、で今生かすとやっぱマイナー契約しかできないし、25歳、そうですね、やっぱ球団に落とす金っていうのが本当にないんだよね。入ってくる金が非常に少ない、まあ、例えば山本由伸がドジャースと契約をした、はい、だからもう何十億ってオリックスに入ってくるわけだけども、はい、まあ、今行くと何千万ぐらいしか入ってこないような、はい、まあ、ある程度計算になるんだよね、うん。でやっぱその経営者としたらさ、やっぱ金の卵をそんなお金で手放すかっていうとさ、まあ、佐々木朗希の人生あるけども、やっぱ経営者としたらわからないでもないんだよ。もちろんそうです。昔はね、23歳でポスティングが許されて、はい、そしたらその何百億とかね、そういう契約にも慣れてたんだけども、25歳に引き上げてるから、はい、メジャーの方がね、うん、だからマイナー契約しかできなくてお金が動かないと、うん、そうなってくるとやっぱロッテとしてもさ、やっぱちょっと考えるよね。もちろんそうですよね、経営者だ、考えるだろう。考えます。そのだってさ数千万円か、2、3年後にさ、うん、何百億って多分入ってくると思うよ、佐々木朗希だったら、はい、それを手放すか、何千万で経営者だったらしないです、ね、ありえないよね。ただ佐々木朗希の人生を考えて、まあ、佐々木朗希の気持ちも分かるよ、いち早く行きたいっていうのはね、うん、ただそこはどうなんでしょう、どっちにしてもその25歳に到達しないとマイナー契約しかできないっていう。いやでもマイナー契約だけどもさ、佐々木朗希の実力があると向こうでメジャー契約は勝ち取れると思うよ、すぐ。それってどうなんですかね、その25歳過ぎる前までに向こうでマイナー契約しても、翌年24歳でもうすぐメジャー契約っていうのはできる？できると思うよ。なんかすり抜けられますよね。いやだっていいやつは引き上げるからさ。そうか、それは佐々木朗希が投げるって言ったらね、うん、テレビ局もつくだろうし。いやもちろんですよね、そうね、また放映権ジャパニーズマネーがついてくるからそうなんですよ。いやただやっぱり吉井監督なども言ってるのは、入団当時からいずれはメジャーに行きたいとは聞いていると。ただ、うん、自分だったら球団にもうちょっと恩返ししてからでないとダメかなと思ったりもするという。それは例えば先発ローテを1年間通して守ったことがない、あと2桁もまだ行っていない、山本由伸投手とやっぱり比較するとまだやることはあるよね、日本でっていう気持ちは吉井監督も持っていると。その気持ちも分かるよ、うん、でもね、森内ね、はい、実績を買うのか素質を買うのかっていったらどっちか、うん、素質ですね。そうだろう、はい、素質はもうメジャーだから彼は体力面とかってどうなの？体力面は向こうでじっくり作りゃいいじゃん、うん、22歳だからまあそうかだって大学出たばっかりの人間でしょ、うん、俺たちじっくりやんなさいよみたいな感じじゃない、はい、メジャーで投げながら、うん、投げれるポテンシャルは絶対あるんだよ、うん、ただそのローテーション守ったことがないとか、はい、10勝したこと2桁勝ったことがない、うん、でも素材的には何勝できると思う？いやもう16とか17もう最多勝争いは常にできるピッチャーだよね、はい、で奪三振は必ず取るよね。取りきますね。そうでしょ、はい、それ考えられたらやっぱ素質を考えると言ってもおかしくない人間なんだよ。そうですよね、うん、だからもうこれはもう佐々木朗希が言うのは仕方ない、うん、仕方ないけどどこで収めるかが問題なんだよ。そうか、だから球団側は絶対にやっぱりポスティング その お金が入るその25歳。いやだからここら辺でね、もうねルールをちゃんと作っといた方がいいよ。だからあの日本のプロ野球としてポスティングっていうのは25歳以上じゃないと球団もコミッショナーも認めないっていうような、やっぱルールがない、球団と選手との間の話し合いだけに任してるからおかしくなるよ。そうですよね、やっぱここにルールができるとしたらそのルールに従わないといけないわけだし、まあ世の中ってルールでね成り立ってるから、
だからそこら辺はやっぱりもうルールを作っといた方がいいのかなと思うよ。その方が後々揉め事とかいやないよね。そうですよね。やっぱこれでこじれると、うん、佐々木朗希とロッテの間の関係が悪くなるだけだもんね、うん、そうなんですよ。だからそれだったらやっぱ佐々木朗希ってまだね、うん、22歳、まあ、若者だしさ、かわいそうだよ、うんうん、だからそういう意味ではルールを早く作ってあげた方がいいなっていうふうに思うよね。そうですね、うん、それとやっぱり入団時にしっかりそういう話し合いをしとくかだよ、うん、あ例えば球団としたらじゃあいつまでに何勝したらポスティングを認めるよと、はい、いうようなこととかね、うん、やっぱ契約で成り立ってるからさ、いきなり行きたいって言われてもさ、うんまあ、確かに行きたいのは分かるよ、はい、自分の力を試したい、若くして行って、うんね、向こうのノウハウを取り入れて強靭な体も作りたいとかね、まあ、いろいろあるとは思うけども、やっぱルールがないとな、まあ、そうですね、それはね、佐々木朗希が完全試合やったああいう投球をメジャーでやったらどのぐらい抑えるのかなとか、はたまた打たれるのかなとか、うん、見てみたいよ。いや純粋にそうですね、見てみたい、うん、メジャー。ただね、日本はね、危機感を感じなきゃいけないっていうのは、うん、やっぱアメリカの植民地みたいになっちゃってるな。いい選手がいいの全部抜かれてるというか、うん、そしたらやっぱ日本のプロ野球が魅力なくなっちゃうじゃない、うんうん、まあまあまあそうですね。いやそれはやっぱねメジャーは魅力あるよ。ありますね、うん、魅力あるし、まあ、日本の選手もね昔と比べたらレベルがものすごく上がってるしさ、うん、それはやっぱり行きたいとかね、そういうのはねすごく分かるんだよね、はい、でもやっぱりそころでやっぱりしっかりしたルールをさ、まあ、行くことは止めないよ、はい、もうそれはしょうがない。やっぱ能力ある人間はやっぱこうね、うん、より高いレベルのところでやりたいっていうのはすごく分かるしね、うん、分かるけども、やっぱそこでやっぱルールを作った方が、まあ、いいのかなっていうような感じはするけどね。そうですね、契約事項の中に入れとくとかさ、うん、プロ野球選手全選手がね参与する、うん、まあ、統一契約書っていうのがあるんだけど、そこにやっぱこうこれからそういう問題も増えてくるだろうしさ、だから入れといた方がいいのかなっていうような感じはするけどね。あと例えば豊さんが個人的に思う佐々木朗希投手が、まあ、日本であとまあ2年とか3年の中でどういった成績を残したら、これはもうきっと球団もみんなも納得してさあポスティングで行ってくださいっていう風になる。いや球団はもうお金だよね、うんうんうん、やっぱり金の卵だしさ、はい、それを手放すんだったらそれなりに見返りちょうだいよって。もちろん、だからそれは分かる、はい、でファンもやっぱり佐々木朗希っていうのは見たいよ、うん、ゾゾマリンかなんかで、はい、見たいと思うよ、うん、だからね基準は分からないよ。そうか、だから素材はメジャーだから、もうまあまあそう言われてますもんね。まあ、俺ね素材はねメジャーの中でもトップクラスだと思うよ。あ、そうなんだ、そこまで。いやいやすごいと思うよ、あの投げ方にしろ、うん、あれだけの速いボールを投げられてあれだけのコントロールがあるっていう、うん、フォアボールを出さないっていう、うん、ね、それはもう素晴らしい素材だしさ、はい、これはやっぱダルビッシュに預けたいね一緒に、ね、一緒にだからパドレス行くんだったら許すとかさ豊さん的な個人的な話ですね、個人的な、で隣に家を借りるとかもうマンツーマンで一緒にトレーニングをするとか、ね、するとか、そのぐらいやるとやっぱ佐々木朗希も体も強くなるだろうし、ダルビッシュっていうのは野球に対して妥協はないしね、自分をこう高めていく上でのその妥協もないし、だから実際とか一緒にやって、はい、教えてもらえばいいのになと思うんですね。そうですね、うん、あの WBC でねお互いに連絡先っていうのはもう交換してると思う、うん、まあそうだね。でもそのダルビッシュ投手も実はその佐々木朗希投手のメジャー挑戦についてファンの皆さんで署名運動してあげたらどうですかみたいな感じで、まあ、署名運動するのをファンも生かしたくないと思うけどなまあ今の段階どうなんやろな。例えば山本投手は沢村賞を連続で取るとか、うん、もう最多奪三振とか防御率とか最多勝とかあれだけのものを2年連続とかで納得して優勝もしてるしチームはってなった時に、ロッテファンはじゃあ佐々木朗希投手にどういうことを求めるのかなっていう、メジャー行きの例えば最多勝を取るとか、うん、俺はね、うん、最多勝を取ったからいけるとか、うんっていうことでは俺はないと思うんだよね。やっぱ彼の素材だよ。そこはもうちょっと他の選手とはちょっとまた違う、ね、全く違うよ、素材だよ。本来ならもう早く行った方が豊川的には佐々木朗希投手はいいですか。もう鼻から見えてきた方が良かったようなそんな感じがするよね。そうなんですね。
いやそのぐらいやっぱり素材は抜けてるよ、うん、だから成績って投げたら勝つと思うけども、うん、ファンの納得を得られるんだったら、まあ、最多勝取るとかさ、うん、まあ、優勝とかさ、うん、まあ、そういうことはあるけども、うん、だけど彼の素材をさ日本でとどめておくっていうのはこれはもったいない話だよね、うんうん、いや日本人としての誇りだと思う。そうですよね、うん、向こう行って最多勝取るかもわからない、まあ、そうですね、日本じゃなくて向こうで取るっていう、向こうで取るかもわからない、うん、それがロッテの出身だよって、うん、いう風になったらロッテファンもそうだよ、あいつはロッテ出身なんだよっていう風に鼻が高いんじゃないの。あ、まあ、確かにそうですね。違う、確かに。だから豊さんは結構こうね素質をあれして行った方がいいっていう、いや素質はあった方がいいけど、俺は球団の気持ちも分かるから、うん、ね、いやそりゃさ何十億って、そうですよ、ね、見込まれてる人間が何千万行かれるとさ、いやビジネスという意味でもそうですよ、企業は。だから企業はやっぱりビジネスとして考えてるわけだから、うん、それはやっぱ折り合いをつかすしかないよね。だから俺がもうロッテ球団にこの番組を通して生かしてやってくれとは言えないよ、なかなか。そう、じゃあ補填できますかって言われたらできないですよ。できるわけないじゃないかそんなの、お前。そうですよね、いや本当に、確かに。いやだから後腐れのないようないい話し合いをしてほしいなっていう思うだけだよね。ですよね。でもなんか一ファンとしてはまあ、日本で例えばまだ2桁いってない先発ローテを1年間守りきってない中でメジャーに行って、でもそこって体力的にもクリアできるのかなっていう、でもできちゃう、あのね記録を残す人と記憶に残る人っていうのがあるの、はい、佐々木朗希っていうのはどちらかというとこう来てロッテから入ってこう来た時に記憶に残る選手になるんだと思う、うん、記録というよりも記憶だよね。だ瞬発的な記憶を残していくというか、はい、例えば佐々木朗希といえば完全試合っていう、うん、13連続奪三振とか脳裏に焼き付いてる、他の投球って覚えてるって言ったらあんまり覚えてないよね、まあ勝ったよねっていう、うん、そうです。いや次の登板も8回まで完全やってたよねみたいな、うんうん、ノーヒットローなんか完全かねやってたよねって、でも変えられたよねって、うん、そのぐらいの記憶でしょ、うん、はい、だから記憶に残るような選手なんだ。だゴルフやらしても、まあ、例えば全体的にボロボロだけど、うん、あそこでチップインイーグル取ったよねみたいな、あれが印象に残るような、そんな俺選手だと思うよ。だから体力とかなんだかうんぬんというよりも、うん、彼は素材的にはもうメジャーに行ける選手だから、うん、だからこれは難しい問題だよ。でも経営者としたら生かしたくなる、うん、これはやっぱ佐々木朗希も大人の社会でね、うん、そこら辺は理解をしてあげないと、うん、やっぱこう折り合いつかないよっていう。そうですね、うん、多分だから今シーズンオフのまた契約の時もそういったことを球団側と、うん、まあ、おそらく話すでしょうし、だから今シーズン15勝したら行かせてくださいよっていうぐらい言えばいいのにな、うん、佐々木朗希もね、うん、でも各球団によっても全然違いますね。西武も高橋光成投手行きたいってね言ってたり、なかなか球団が、OK、まあ、一刀両断でダメなんだみたいなねそう言われたりとか、うん、まあ、球団ポスティングっていうのはだから難しいよね。難しいです、うん、その球団の意向がやっぱり反映されるのが一番大きくなっちゃうんで、まあ、佐々木朗希っていうのはさ、うん、一番のコンテンツだから、まあそうですよねパ・リーグの中でもナンバーワンって言ってもいいよね、うん、いやそれをやっぱり経営者はなかなか手放さないっていうのはやっぱ佐々木朗希は理解してなきゃなんだ。そうです、ね、いやそのぐらいの人間だからですよね、うん、でこれがじゃあポスティング OK、 例えば2027年のオフになった時に多分またすごい争奪戦ですごい金額いくと思うんですよ。だからそれまで怪我しないでほしいよな。もうそこだけですよね。まあ頑丈な体を作ってね、はい、パンパン投げてほしいよな。はい、はい。